元 YouTuber の行動が波紋を呼ぶ。奈良の鹿をめぐる騒動に批判集中。かつて物議を醸した YouTuber として知られるヘズマ流33歳が奈良で展開している鹿の見回り活動に対し厳しい批判が寄せられています。ヘズマ流はこれまでも能登半島地震のボランティア活動や東京都知事選への出馬表明など世間の注目を集める行動を重ねてきました。今年7月には奈良公園の鹿に対する外国人観光客の不適切な行為を取り締まる意向を SNS で表明し新たな活動を開始しました。9月30日ヘズマ流は中国人と思われる家族の映像を SNS に投稿。奈良公園の鹿を真剣に守りたい。中国人女性がペットボトルで鹿を叩いたので注意したら逆ギレされたなどと主張しました。この投稿に対し一部ではヘイトスピーチに近い反応が見られましたが同時に批判的な声も多く上がっています。問題の動画にはヘズマ流が日本から出ていけと叫ぶ様子は映っているものの中国人家族が鹿を叩いたとされる場面は一切映っていません。さらに SNS 上では中国語で別の説明も投稿されています。それによると当時の状況は次のようなものだったとされています。中国人女性は鹿せんべいを与えていたところ鹿が残りのせんべいを追いかけてきたため恐怖を感じたそうです。女性がペットボトルで身を守ろうとした瞬間ヘズマ流が現れて避難したという説明です。この中国人家族は日本の永住者であり今回の出来事に深く失望し知人に奈良訪問を進めないと語ったという情報も伝えられています。ネットの反応。日本人は誰も彼を批判していないのにこのメディアの報道は本当にひどいですね。個人がこんなにパトロールしなければならない状態まで放置してきた奈良県にも問題ありますよね。中国人は奈良の鹿を自由に虐待できる権利があるんだなんてありえない。中国人だけをターゲットにしているように見えます。もし日本人も含めたパトロールなら応援しますが不法中国人を狙っているだけではないでしょうか。本来これは警察がやるべき仕事だよね。ヘズマがこれをやる必要はないし喧嘩腰でやることは特にないでしょう。こうした行動が中国への口実にされるリスクがあるんだから。ただ騒がしいだけだから鹿にとっても迷惑な話かもしれないね。最近はモザイク処理の技術が日々素晴らしく向上していますね。彼は執行猶予と保護観察の解除を目的に鹿を利用しているように感じます。このニュースの引用元は東京中日スポーツかどの国のイデオロギーに沿っているのかが透けて見える記事だね。放っておいたらそのうち鹿を飼って食べる人も出てくるんじゃないか。奈良の鹿を虐待している中国人を無視してパトロールしているヘズマ流を批判するのは違うでしょう。批判してるのは中国人だけで日本人はむしろ感謝してるよ。奈良県警も動き出しているし。もしヘズマがいなければ鹿はずっと虐待されっぱなしだった。明らかに悪いのは中国人だ。彼には過去に問題があったけれど今では奈良の鹿を守るために頑張っていると思います。日本の恥なんてありえない。むしろ中国の民度をさらけ出しているし彼の活動は評価されるべき。彼の活動は評価されるべきなのに批判されたりするのは間違ってる。全て中国人のせいだ。最近の動画に映っていたペットボトルで鹿を叩いた中国人女性が訴訟を準備しているらしい。私も同感です。彼は体を張って頑張ってくれているし相手に普通の対応は通じない。彼を責めるべきではない。彼は奈良公園での鹿パトロールに本当に頑張っていると思う。中国人の行動は日本ヘイトそのものだ。自分の民族やグループの中でマナーの悪い人を正さないとどんどん肩身が狭くなるよ。本来こうしたことは現地の人の仕事であってヘズマがやる必要はない。